今回は僕らの地元を勝手に宣伝しちゃおうかなと。題して、ジェデン YT ブロスの勝手に宣伝コーナー、あおり逆や。そのやっぱ一番南堀四丁目でも一番有名な場所あります。わかりますか？関西スーパー。あれ四丁目ちゃう。おり。ゆきやん呼ぼうかなと思います。ゆきやーん。はい。近いました。絶対疲れよ今の。イエーイ。おい。ね、結構僕らシティボーイやから、みんな偏見でね、公園なんかで遊べへんやろうとか、いろいろ言われるんですけど、めちゃめちゃ、すみません。ご存知の通り、そんなに大きい公園はないんですけど、点々とある公園を僕ら遊んどったんで、それの思い出を逆に語ろうかなと思います。見てくれてる、僕らのホーミーたち。は多分すごい共感してくれて爆笑っていう感じで思うと思うんで思うと思う、はい、見ていただけたら感謝感激極まりたいと思います。そうですまず特に有名な公園まず一個行きましょうか。日吉公園。俺言わされへんねん。日吉公園。日吉公園ね。ここに画像だけでもガンだ歩いてこ、後ろにはめ込むわ。歩いてこね、こういう感じでね、日吉公園あるんですけど、うん、まあ、何がすごいかっていうと、まあ、他の公園とかもそうなんですけど、まあ、時代の流れに飲み込まれすぎて遊具とりあえずめっちゃ変わってるんですよ。今の子らってやっぱまあ楽しいこといっぱいあるけど、スイッチとかさ、プレステ、まあ、5かな、5ついてあるんか知らんけど、そうなんとこあるけどさ、まあ、やっぱでも公園で遊ぶのって大事だと思う。いや、めっちゃ楽しかったよな、ほんまに。あるある。ドッジボール、キックベース。そう。で、まあ、あれを皆さんにちょっと説明してあげる。怖い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 。ロックン。ロックン。そう。ロックン一塁さ。これはそうなんです。こういう感じで遊びなんですけど、まあ、お前まだ半クンしか言ってんから、ね。そうそうそう。とか、ロックンやのに、四クン一塁さ、言うてー。っていう、すみません、地元しか分からへんけど、ネタでやん。入ってる、入ってる、入ってるとかね、ロックに関しては、ほんまにオリジナルで、発祥が多分僕の何個か上の先輩が作ったって言われてるんですけど、もう都市伝説みたいなんですけど、言うたら、今31歳ぐらいの人ら。いや、もしかしたらもっと上の世代から、もしかしたら戦後間もない頃からあったのかもしれない。だからいつからあったのかっていうのも謎で、誰が作ったのかっていうのも謎で、まあ、ちょっと説明まだ難しいんで、まず簡単に。文章か。いや、文章余計難しい。あれからもどかすどかすロックンの素晴らしさを書き一言で語るとすると何かって言ったら、その騙し合い。やっぱ小学生の時にやっぱこう人に騙される、人を騙す、頭脳戦まで入った球技ってなかなかない。やっぱドッジボールとかもやっぱこう心理戦みたいなのあるけど、でもやっぱ力がやっぱその小学生動きの心理戦じゃない。そうやし、やっぱこう力の差があるからさ、うん、やっぱ小学生でも体大きいやつ多いきゃ、それとやっぱ1個の勝ちやもんな。球な速いし受けるの、うん、取られへんしな、うん、キックベースとかもやっぱり頭脳戦やけど、でもやっぱその攻守がはっきりしてるというか、ロックンも攻守がはっきりしてんねんけど違うの、騙したりとかな、騙されたりとか。あ、ここでもう一回ゆっくりおさらいしながらルール説明しやん。うんうん、いいよいいよ。まずだからボールあります、オーフェンスディフェンスあります、うん、で円っていうかまあ半円でもいいし、うん、とりあえずどっか陣地、ね、陣地セーフゾーンが2箇所、基本は2箇所あって、クンっていうのがあって、その1往復で1クンなんですよ。そう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 。でロックンの場合はもちろん6往復したら勝ちというか、もう一回リセットなんですよね。もう一回攻撃する。正直今考えれば何が楽しいか。いや、あれはオフェンスやるのが楽しいねっていう遊びなんです。終わりがないんで、うん、子供の遊びなんで終わりが基本的にないのは当たり前なんですけど、まあでもあれはあったで、10くんとかいったらすごいチームやって。そう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 、相手側からすごい尊敬されて、翌週とか次の日の学校でちょっとした尊敬のまなざしを当てられるというのがロックンの遊び。やっぱりその中でもこう少年野球とかやってるやつとかは足も速いし肩も強いし、まあ、そういうやつらはドラフトするやん、やっぱ、うん、とりあえずやん、こうじゃんけんしてチーム分けするときのドラフトで取引な、もうまず一発目に取られる、そいつらが野球やってるやつとかも。じゃんけんも取引っていうのおかしないなんかちっちゃい時からおほいっつって、うわーなんだ
井君取られたって、もうその時点で勝敗決まるぐらい、もうやっぱりその肩強かったりとか運動神経いいやつの良さってやっぱあと人気者、人気者はすごくあった。あのいるかいらんか最後の人になった時のいるかいらんかの残ったやつの気持ち、あの時全く考えてなかった。でも今考えてすごいこと、申し訳ない申し訳ないです。今思えば多分ほんまに首吊るかもしれん。とりあえず1往復で1くん、1くんで半往復で半くん、そうで、それが、仮にこうあって、初めの駆け出しもノックン1、2、3と言ってウノみたいなもんね。それ言ってなかったらのいくら何往復してもノーカウントやから、最初にロックン1、2、3っていう掛け声のもとで走り出さない。だから戦国武将と一緒、名乗ってからじゃないと攻められへん。え、あとあれやったルール、あの左足は出したやんか、うん、で次ジャングルジムここあった時に左足でこっちで左足出して、次右足出したら出たと一緒って、そういうのなんか、ああ俺らだけよ。その細かい両足の過程が、やっぱこう世代を重ねるごとにやっぱ制約とかいろいろグレードアップ、やっぱもうもっともっと多分な競技化されてて、ルールは基本的にはルールは全ずっと一緒やから、でチームの誰かが溜まった瞬間にもう一回リセット最初からっていう、まあそこでまあこうジュース買いに行ったりとかね、こう賭けというか勝負の景品をやってたりとかしたんですけど、基本的にやっぱり強いやつがおるチームじゃないと6くん溜まらないとか、あと6くんやけど4くん溜まっとって4くん消費ゼロにすることによって1人復活する、あとあの復活ルール、キーっていうかその自分のキーを上げる、だから4やったら半分にして相手も2くんから、相手とか味方も2くんから始まって、自分も2くんでなるみたいな、あった。そうで、とりあえず分担が決まるんです。僕とかほんまに足も遅かったし、そんなボール投げるの強くなかったから、とりあえずジャングルジムとかおとり役にさせられるんですよ。で強いやつらとか足速いやつらはとりあえずもうため役、もう一番だからもう武将やね。そうで、もっとそのガタイ良くてただのもう守り壁みたいな、カビゴンみたいな、もうドラクエのゴーレムみたいなやつらはもうあえて敵に突っ込んでいくみたいな、おとり役行って壁、ほんで攻めるやつがとりあえずあった、君を耐えるというかね。そう、ほんまに戦略ゲームが、戦略ゲームほんまにで、ボールの余計かも。そう下狙わしとか、下狙わしとか、あとそのほんまにこう当てる側もこうチョンって当ててとかね、こうやっぱ強く当ててしまったら転がっていくじゃないですか。転がっていってボールは取りに行かなあかんから、その手間を省略化して、よく考えたら小学生なんです、すごい頭脳性やな。あのちゃんと受け取ったら投げれるから、そうバイバイボールってね、バイボバイバイボールってバイボ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 っつって、やしそうやってやってて、バイボもういろいろこうやっぱ楽しみ方って、もうそれぞれのね見てくれてる方の地域によっていろんなローカルの遊びっていっぱいあると思うんですけど、ありますロックンは多分もしかしたら全国1位かもしれない。ほんまに流行ってほしい、うん、子供には絶対教えたいなって思う。あの日吉公園の話からグッと取れたんですけど、まあ、日吉公園行ったらとりあえずセブンイレブン、グッとそれ好きやな。コメントが募ってっていうんやったら、募集します。ロックンメンバー募集します。バイティーブロスと一緒にロックンしましょう。それまた動画撮って、それめっちゃおもろいそうやな。このバイティーブロスのロックンっていうね、うん、絶対おもろいと思う。ロックン、みんなでロックンしようかなと。レッツロックン、父寄せます、おれい。はい、っていう感じでやろうかなと。募集かけます。もしかしたらあなたの街に行くかもしれないです。そうだね、全国でやろう。うん、そうで、ロックンチームを作って、もしかしたらバズったらええで。青森、2025年の万博超えた後の、そうやな、香川オリンピック競技、俺ら大阪でオリンピック競技しよう。もう夢ある。もうロックンはそれぐらいやっぱすごい競技やから、もうぜひとも。でやっぱりその僕らの口の説明だけやったら伝われんし、他の見てくれてる視聴者の方が、視聴者の方がやりたいやりたいそれやりたいって思ってもらえるように、ぜひとも地元メンバー協力してください。ロックンしましょう。ロックンして、それ撮影して動画に上げて、 YouTube して YouTube に上げて全国に広めよう。やりましょう。まあここまで見てくれてる人らはみんな絶対参加してくれると思うんで、じゃあちょっと皆さん最後コメントに皆さんのローカルの遊びちょっと打ち込んでくれたら、あ、まあ、ちなんだこととか言ってくれたら、僕らはロックンです。特殊な遊びね。天井も多分ね、視点っていう遊びなんですよ、もともとは。それ僕ら天井って言ってただけなんですけど、それ、まあ、それまた次話します。天井の話で、天井って遊びもすごい出来上がった勝負なんで、すごい、あれは面白い。はい、はい、でじゃあ最後皆さんこう、はい、お手を拝借してください。新しい終わり方でございます。いや、もう行きます。では、ワイティーボロス今週をここにて終了よー。
痛い痛い、絵が痛い、痛い痛い痛い、痛いどうも、YT ブロスです。今日はね、ジャケット撮影に昔懐かしい公園に来ております。小村帰りすんでお、来た、キングオブキングス。よっしゃ。